ているという表示されるわけです。しかし、謙譲語の場合は、O に連載形するイタスをつけることで、先生に手紙を書くので、自分のへりくだり、先生に手紙をお書きします、またはお書きいたしますというように変わります。このように動詞が全く変わりますから、私たちのように日本語を外国語として学ぶ者にとってはとても難しいです。この研究方法は文献調査とアンケート調査です。これが調査用紙です。参加者は日本人33名です。研究質問1ですが、どのような場合に敬語が使われ、その使い方に最近どんな変化があるのかですが、文献調査の結果、敬語は社会では敬語より丁寧語の方がもっと使われているようです。その一方、敬語を学ぶための教室が増え、そこで正しい話し方を学ぶ人が多くなっているほかに、敬語の正しい使い方のガイドブックの量も多くなってきます。これが敬語のガイドブックです。研究質問に、若者は敬語の使い方についてどの印象を持っているのかですが、アンケート調査の現代の社会で敬語はまだ必要だと思いますかという質問に、敬語は必要という見方を示していました。例えば、ある20歳の女性は、他の言語と違って目上の人とフレンドリーになるくらいという欠点がある反面で、日本語のすごくいい部分、美しい言葉でもあると思うからと言っていました。21歳の男性は、たとえ敬語は必要ないと考えていても、社会に出ればそれは通用しません。それがまだマナーとして生きているからですし、それは変わることはないと思いますと言っていました。研究質問に、若者は敬語の使い方についてどんな印象を持っているのかについて、もっと深く追求するための前のアンケート調査に、参加者人たちにこのような研究をしてみました。その結果、参加者の意見はやはり敬語を正しく使える若者が少ないようです。その理由はそれぞれ違うようです。例えば、ある21歳の男性は、目上の人にもうため口に使っている人が最近多いと思うし、仕事をしだしたら苦労する人は増えることは間違いないでしょうと答えていました。20歳の女性は、それからこれは私個人の考えなんだけど、敬語の正しい使うということは、相手や状況を判断してどの程度の敬語で接するかっていうことも求められると思うと言っていました。これからも分かるように、敬語を最近の若者は苦手で、これからの社会では敬語の知識がない若者は仕事場や社会においても苦労するだろうという懸念を示しています。また自分は敬語を正しく使えると思うかの質問には、女性は敬語を使われるのがあまり好きじゃない、つまりどの人も敬語にはあまり自信がないようです。また社会人になって職に就いた時、敬語の使い方に戸惑いを感じると思うかの問いは、皆さん感じる、そしてこれから正しい敬語の使い方を練習しなければならないと思っているようです。このグラフによると、いろいろな状況で敬語が使われているのが分かります。やはり教授と話す場合や
仕事場、そしてお年寄りと話す場合です。驚いたことに、先輩と話す場合、70% の人が敬語を使うという回答だったことです。しかし、同じアンケート調査の19番の先輩と話す場合、どの文章を使うと思いますか？では、丁寧語を使うということでした。この結果から見ると、先輩は確かに目上に当たりますが、先輩後輩の関係より丁寧語が尊敬語より使われ、その親しみが根底にあるからかもしれません。面白いことに、2回目のアンケート調査で参加者の正しい敬語の正しい使い方の知識を測るためのテストをしてもらったところ、20番と24番が難しかったようです。その結果からも分かるように、敬語は日本人にとってもいかに難しいかが分かります。どの文献を見ても、最近の若者たちの敬語の使い方が乱れてきていると記されていました。アンケート調査の結果もそれを示唆していったと思われます。回答者によると、敬語は日本社会では必要不可欠であり、敬語の正しい使い方を身につけるのは難しいことがわかります。敬語には3種類がありますが、複雑な社会や人間関係により、いつどの敬語を使用するかが決まります。面白いと思ったことは、最近は謙譲語、尊敬語がある意味では使われる場合が少なくなり、丁寧語の使用の方がもっとの多くなってきている傾向があるということです。例えば、現在では親と会話するときにめったに使いません。また、先輩とは丁寧語を使う傾向があり、目上、先輩、年上でも親しい関係になればなるほど、尊敬語より丁寧語が使用される傾向があるということです。敬語は私たちのように、敬語は私たちのように、日本語を外国語として学ぶものにはとっても難しく、いつも戸惑います。でも、日本人でも難しいですから、私たちにとって難しいのは当たり前かもしれません。私はこの研究を通して、敬語はただ文法や単語を学ぶだけでは身をつかないということを痛感しました。それは日本の社会、人間関係をもっと深く理解して いかなければ上手に使うことができないことが分かります。分かったからです。これからも日本語を勉強していく上、いかに言葉と文化を密接しているかが分かります。これからももっと敬語、日本文化を勉強していきたいと思います。これが参考文献です。はい、この研究を完成する上において、アドバイザーである斉藤先生に感謝したいと思います。また、関根先生とジャリーナ先生にもいろいろな面で上限を受けたことに感謝いたします。ありがとうございます。何か質問がありますか？ Are there any questions that I can answer? It's a two-part question. First, this particular use of language, does it have to do also with marking power differences? So for example, in a work situation, the boss, you have to defer authority to the boss, therefore you would use one. So is that a yes or a no? Yes, it is. If you're speaking about the actions or speaking to someone who is of a higher rank than you, say your boss or anyone that outranks you anyway, you would use what we call Sonkego, which is honorific form. If you are talking to somebody who's of a higher rank than you about your own actions, you would use what we call Kenjogo, which is to make yourself seem lower. It's a humble form.
And then teinego, which was the third form that I talked about, is just simple, polite language that you would use whenever you're talking to someone who's not directly related to you or a friend or anything like that. And the second part, I'm really asking you to speculate because it's not part of your research, but do you think the fact that Japan is becoming more of a democratic type of society, that has something to do with the fact that maybe younger people are not paying as much attention to those uses of language? That was kind of what I wanted to look into. I didn't ever get a direct answer about that, but it does seem that, for example, when you're talking to someone who's like, well, in Japanese it's called senpai, which is like your senior classmate, people are more using just simple, either polite language or just you know, the kind of language you'd use with your friends. So it seems like there's kind of more of an equalization going on in the society. And for example, one of the things that was interesting in my survey was there were two questions that had to do with if you use two polite form verbs in one sentence. That used to be something that was reserved only for like the emperor, somebody who was very high up. And now it seems like there's a lot of confusion as to when that's being used, and a lot of people said they would use that in my survey just when talking to like a boss or somebody like that. So it seems like there's some confusion, and that might be because the society is kind of equalizing. There's not as much of a hierarchy. Any question? Could you tell me a secret? Which language you use with the professor? I am really bad at using Kegel, but I'm trying very hard to learn. And I try to use at least teinego, which is the polite form. Okay. Yeah. I think could be difficult because here, you know, this culture is a lot of, you know, to learn, you know, a polite. I know with my student, they know me that JD used to use doctor with me because I know in the fairground with them. No, so I think, no, so I know now. Thank you.